どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。九州に記録的大雨が降りました。お天気関連の動画かな。そして狂気乱舞です。なんでそうなるの？私に聞かないで。今回は頭に来る系の話だったな。キメイ丸がなんとか和ませようとしてたけどね。あれはゲスすぎて嫌われちゃうだろ。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないな。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡などに用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。事実、過去3回バンされていますので、今後も使う可能性は高いです。最近は特に締め付けられている感じなので、このチャンネルもそろそろやばいかもしれません。なぜそう思うかというのも、今回追加した雑談で少し話しています。これでお別れにならないといいのですが、こら、休止します詐欺みたいなコメントはやめなさい。何が突然起きるかわかんないからね。言えるうちに言っとかないと、先に最終回を作ってアップしとくか。あら、なかなか斬新なアイデアじゃない。マジンガー Z みたいなのはどうだ。ボコボコにされちゃうじゃない。さらば宇宙戦艦ヤマト風は、ほぼほぼ死亡よね。天才バカボン風は、アメリカに引っ越しちゃうのよね。なんでそんな詳しいの。続きはニコニコ動画でね。